世の中うまければうまいものほどカロリーが高いのはバグってる。シャカギン TV もそうよ。おかしいと思うんだよ俺は。俺はあれが絶対にできない。ずーっとを食べるよ。ダイエットっていうのは専用ダイエット俺がやってんのは。やってきまーす。意外とうまそうでしょ。今日どんぐらいやってんだ。あ、もう3時間やってんだ。おにぎり食べようかな。おにぎりタイム。具なんてない。焼きおにぎり。うまいなー。やっぱり焼き芋は食べないんですか。焼き芋毎日1本食べてるよ。体がね、改善されてるのを感じるよ。焼き芋を食べてると。いやでもね、世の中うまければうまいものほどカロリーが高いのはバグってる。この世の中のシステムなんか改善してくんねえかな、神様が。俺あれ食べたい、クレープ。クレープ食べたいな。ごってごての食いてえのよ。見てやばくない？クレープの生地がもうお皿になってんじゃん、こんなもん。これ何？これやばくない？ごってごてがいるの俺。うわーうわー、絶対うめえこんなもん。口の周りベタベタにしてさ、むしゃぶりつきたいんだよね。ショッピングモールとかにたまに行くとね、すげえ誘惑が襲ってくんだよな。うわー、甘くなくてもうまそうやん。あー、甘いもん食いて。甘いもん本来俺大好きやからね。俺モンブランとか大好きや。チーズケーキとか。クリームが年々ダメになっていってる。クリームダメな人多いよね。生クリームだからチューブのままそのまま吸えるわ俺。1日なんも唐揚げもきついぞ。それはやばい。笑。俺はもうジャンキーであればジャンキーであるほど好きよ。俺が今本当にぶっ壊れたなと思った夜食が、ラーメン丼あんじゃん。あのラーメン屋さんで出てくるラーメン丼にちょっと頭出るぐらいご飯を盛るわけよ。で、卵3つ割って溶いて、その中にごまだれと醤油と、あとあれだ、あのシャウエッセン1袋、それをご飯にかけて食べるんだよ。そういうこと。めっちゃうまいんだけど。それが俺の夜食だった。22歳の時はそれを毎日食べてたね。多分ご飯 800g ぐらい、佐藤のご飯4個分ぐらいの毎日食べんだよね俺は。ほんとだよ、よく糖尿病になんなかったよ。しかもその前、そもそもちゃんと3食食べるからね俺。その頃体重72kg、今60kg ちょうど。そう、デブっちゃってた。かなり絞ってるね。それ普通に食器やばない。カレー食ってるけど胸焼けして。今でも俺食費はやばいよ。食費高い、本当に高い。ウーバー頼めない。俺の食欲でウーバーを頼んだらマジ崩壊する。月でかかったことないけど週何本ぐらいなんだろう。1日の食事はそもそも朝起きて砂糖のご飯2個、卵2個、納豆2パック、鮭1パック、ホッケ1パック、タンパク質のヨーグルト、あとお味噌汁が朝ごはん。そうだよ。で昼も同じようなの食べて、海鮮丼とか食べるじゃん配信中。夜も同じようなの食べる。筋トレをするとそんぐらい食わないといけないんだけど、代謝がめっちゃいいんだろうね。なんかこれでも痩せてくんだよ俺今。腸内環境がいいっていうのもあるし、そもそも筋トレでカロリー使ってるしで、その体の作りがあんま良くない。配信してたらたまに顔ぶっ壊れることあるんじゃん、こうやって。あれは代謝が良すぎる。燃費が悪すぎるんだよね。でもダイエットとかすると効果が出やすいからいいんだけど、まあ本当にでも常に食べてないと、なんか口がもうポッて止まる。糖分を脳に送らないと本当に脳が停止しちゃって、なんか行動できなくなっちゃうから、配信中とか意識的に食べないと喋れなくなっちゃう。ベロも回んなくなって、なんか焦点もどこを見てるか分かんなくなっちゃう。そんぐらいになっちゃうから、もう意識的に。だからそれが分かってたのって実家にいる時だから。俺配信中とか、あのラムネをさ、駄菓子屋さんに売ってる1本ラムネよ、100円ぐらいの。あれを箱買いして1配信で1本とか意識的に食ってたもんね。配信中にネクターとか買ってたのもあれ脳みそに糖分を送るためだしね。
羨ましいよ。飯を食わなくてもピンピンしてる人、飯食わなくてもさ、その一つのことにずっと打ち込めて集中力切らさない人ってたまにいんじゃん。釈迦銀 TV もそうよ。配信時間あんだけ長くて飯食わないでずっとピンピンしてるのおかしいと思ってんだ。俺はおかしいと思ってんの、うん、俺はあれが絶対にできない。俺はもうどんなにお腹いっぱいになっても3時間か4時間でお腹は減るんだよ。本当にどんだけお腹がいっぱいになってももうベンチが切るの早い。俺がやってるダイエットって会食がない人じゃないとできない。チャルシって結構会食とかあるだろうし、最近の配信者ってよく遊んでるじゃん。そういう人たちは多分できないダイエットだね。そういうなんか友達とご飯食べに行くっていうことになったとしても、いや俺は食えないよって言える人じゃないと無理。ぼっち専用ダイエット俺がやってるのは意思を伝えられないとできない。食えるもんが外食、そば、刺身、寿司ぐらい。だから、なんとなくそういう方向に食事するところを誘導するか、それがもう俺は食えないから、俺別のところで食ってくるよって言えるやつじゃないとできない。そういえばなんか、体重が150キロあったみたいなリスナーが、150キロだっけな、何キロか、100何キロあったリスナーが、ささんのおかげで10キロダイエット成功しましたって DM 来てたな。誤差じゃねえだろ。10キロはどんなに太ってても10キロは誤差じゃねえよ。あとね、そうさっきもコメントにあったけど、同じものをずっと食べ続けるっていうことができる人じゃないとできない。ずっと同じものを食べるよ、ダイエットっていうのは。俺はもともとだしの味が好きだったんだよ。なんて言うんだろう、そばつゆみたいな味が全般的に好きなの。もともと好きっていうアドがあったね。小さい頃が食べ過ぎてほとんど消えよ。なんかね、俺の友達にさ、九州生まれの女の子がいるんだけど、もうそこの子がね、豚骨ラーメンの匂い嗅ぎすぎて、食べ過ぎて、もうなんか炭水化物恐怖症になっちゃったっつってた。うん。もう白米食べれないやって、麺類食べれないやって、豚骨の匂いも嗅ぐと吐いちゃうんだって。あるらしいや、やっぱり子供の時からずっと嗅ぎ続けてると。白米食えないってかなりきついなと思って。まあ、例えばでもインフルとかさ、そういう重めの病気にかかった時に豚骨の匂いしたらさ、その嫌な記憶って会話に残りすぎない？家が豚骨ラーメン屋さんって確かに嫌な思い出がたくさんなんか脳裏に一生残り続けそう。香川でうどんが食べれないと食費がどうなんだろうね。だって香川ってうどんめっちゃ安いじゃん。みんな当たり前のうどん食べるでしょ。かわいそうだね。結構中国で中華料理食えないみたいな。いや香川はうどんが好きだからっていうので、あの糖尿病が多いんじゃなくて、香川県民ってうどんと一緒におにぎりとか食べるから糖尿病多いらしい。うどんだけじゃないんやって、彼らって、彼ら彼女らって食うもの、炭水化物に炭水化物を重ねるらしい。なんで詳しいねん。実はうどんっておかずなんですよね。ラーメンとご飯、うどんはおかずやな。すごいね。いや、うどんがおかずと思えるぐらいになんか味が濃ゆくて美味しいんだろうね。冷凍ですらうめえって言うもんな、香川のうどんって。行ってみてえな、そこまで言うんだったら。おかずというぐらいのうどん食って食してみてえな。まあ言うてうどんだからな、と思ってるとうまく食えんだろうな。むずいな。フォレストの続編誰かとしてほしいわ。フォレストの続編いつだっけ、明日だっけ。フォレストってどういうゲームだっけ。ゾンビ島に飛行機が不時着しちゃって、そこでサバイバルする話。食人族だ、ゾンビじゃねえや。スイッチってゲームのおっぱい映るの NG、 あれ前 K4003 以下略。ゲームのおっぱい映るの NG やと思うよ。まあどうにかして医療行為に持っていけば NG じゃないかも。いやマジそうなんだよね。人体を打つときにどうにかして医療に持っていくかって話。両つべ理論やん。絆創膏貼ってあればいいってこと。股間がジンジンする。絆創膏貼ってあったら逆に NG かも。おっぱいは。ラストもチンポ映ってもセーフじゃなかったか。あ、そうなんだ。しょうがない映りはセーフなんだ。じゃあしょうがないに持っていくのも大切なんだね。まあ、とりあえず抜け出す方法ってたくさんだよね、そこら辺の。バンを何回かされて俺は学んでいった。
スイッチには穴がある。